城下町として、また成田山王での宿場町や連帯の町として栄えてきた佐倉。そんな市内各所には今も昔ながらの地名が多く残っています。今ある名前になるまでには長い歴史の中で様々な移り変わりを経てきたことと思います。皆さんはなぜこのような地名がついたのか、疑問に思ったことはありませんか？今回は桜の地名にまつわるエピソードについてご紹介していきたいと思います。今回お送りする特集桜地名めぐりには、前回のキノコ西帝オブ会に続いての第2弾。今回も特徴的な読み方をする地名を中心に、その由来について掘り下げていきたいと思います。さて、地名についてご紹介する前に、まずは地名の基礎知識からいきましょう。皆さんは土地を表す言葉でアザというのを聞いたことがあるでしょうか？アザには大きく分けて大アザと小アザの2種類があります。私たちが普段から使っている地名は大アザと呼ばれるものです。それに対して、この大アザの区域をさらに細かく区分けした地域は小アザと呼ばれています。例えば佐倉市役所の所在地は佐倉市海林寺町97番地。この海林寺町というのが大アザにあたります。そして海林寺町の中にはお茶屋とか坂下などといった小アザが残されています。現在は日常的に小アザが使われることはそれほど多くはありませんが、遺跡や公園の名前などに用いられている場合があります。例えば先ほどの海林寺町には、大アザと小アザの名前から付けられた海林寺お茶屋遺跡という名前の遺跡があります。他にも佐倉市内には小アザ名を用いた名称の公園などがあるんですよ。今回は大アザ小アザのうち、普段から私たちが使っている大アザを中心に見ていきたいと思います。それでは突然ですがクイズです。皆さんはこの地名読めますか？第1問。正解は加倉井です。加倉井は佐倉市の北西部、印旛沼の南に位置する薄井地区にあります。薄井地区は14世紀前半に薄井城が築かれ、かつては城下町や宿場町として発展しました。その薄井地区の東側に加倉井は位置しています。加倉井の東には鹿島川が流れ、高台からは川の対岸に桜城址公園を一望することができます。さて、この地域が加倉井と呼ばれるようになったのには地形が関係していると言われています。加倉井はもともと隠れた入り江、隠れ江だったと言われています。印旛沼から鹿島川を使って船で近づくと、大地に隠れていた江が突然現れたように見えたそうです。この隠れ江という発音が月日が経って変化して隠れ江になったと言われています。第2問。この地名の読み方は？正解は真っ先です。皆さんは読めましたか？真っ先は佐倉市の西部に位置する志津地区にあります。志津地区は京成志津駅や京成ゆうかりが丘駅の周辺をはじめとして多くの住宅街が広がり、東京郊外のベッドタウンとしての役割も持っています。その志津地区の最北端に位置するのが真っ先です。駅前の住宅地とは異なり、今も豊かな自然環境が残り、農村地帯が広がっている地域です。こ
この地域が真っ先という名前になった理由は諸説ありますが、今回はその中から2つをご紹介します。1つ目は真っ先の土地の形に関する説です。こちらは真っ先地区全体の形を表した地図です。ご覧の通り、真っ先は東西に細長く伸びた半島のような形をしています。この半島の先が岬の先へと変化し、今のような真っ先という名前になったと言われています。もう一つは真っ先の周辺地域に関係する説です。真っ先から北西におよそ2km、印旛沼の対岸に印西市の松崎という地名があります。印西市の松崎地区とは比較的近いところにありますが、この松崎と区別をするために真っ先と呼ばれるようになったとも言われています。第3問、最後の問題です。正解は合土です。難しかったでしょうか。合土は佐倉市の中央に位置する根郷地区にあります。根郷地区には東関東自動車道が東西に走り、東京方面や成田空港へのアクセスがしやすく、工業団地も立地しています。その根郷地区の南側に位置するのが合土です。今合土の中心地、合土交差点に来ています。ここは交通の重要な拠点になっています。東西には千葉市と茨城県水戸市を結ぶ国道51号線、南北には県道佐倉印西線と合土八幡線が通っていて、いつも多くの方々に利用されています。普段から車を利用する方の中には、合土交差点の名前を知っている方はいるかもしれませんね。さて、この地域が合土と呼ばれるようになったのには諸説ありますが、今回はそのうちの一つをご紹介します。奈良平安時代、現在の国道51号線に近いルートの道が通っていて、この道は現在の香取市にある香取神宮や茨城県の鹿嶋市にある鹿嶋神宮へと続いていたそうです。そしてこの辺りを神の聖なるところへ続く道の入り口ということで、合土と呼ばれるようになったと言われています。特集はいかがでしたか。今回は特徴的な読み方をする地名の読みとその由来についてほんの少しをご紹介しました。皆さんはいくつの地名を読むことができましたか。地名はその土地の地形や特徴、古くから伝わる歴史などが形になって現在に受け継がれているもの、その由来を紐解けば、私たちはかつてそこに住んでいた人々の思いを感じることができます。皆さんもご自分が住む地域の地名の由来に触れてみてはいかがでしょうか。先人たちがその土地に込めた思いに気づくことができるかもしれませんね。